ってこない。みんな撮っていいよ、撮って撮って、ずっと撮ってて、私をずっと撮ってて。いや、俺撮ってくださいよ。いやいやいや、これスタッフ感がありますよ。本当ですか。いや、さっき敵会やっても6枚売れてるもん。いや、いや、私でも6枚いかない時ありますよ。いやいやいや、ちょっとなんでドムさん撮ってんの。私は撮ってくださいよ。いや、あれうちのお宅だから、うちのお宅。いや、うちのお宅です。ちょっと何やってんの。いやいや、あんたも、もう、いや、そうそうそう、分かってる分かってる。自由だな、この人たちね。いや、とっても綺麗でした。ね、美しいよ。もうスタイルが良すぎて、良すぎて、手足とかやばいです。私ずっと足しか見てなかったんですよ、今。最高、ほんと、中村ちゃんね。またちょっと呼んじゃってもいいっすね、中村ちゃんね。待ってもらおうか、よし。また呼ぶぞ。やりましょう、エモパー3もやりましょうね。やる、あ、もうやるよ。やりますか。エモパーってさ、ゼロ通って書いてあるんですか。あれなんでゼロついてると思う、はい、え、普通に中じゃないから。なんだろう、よくありますよね、ゼロに2とか。あれね、2桁にしてるときは99回やる予定なんですよ。おー、で、4回やるとわずか25年でできるんで僕71までやれば99になります。これまで皆さんね、皆さんも知らない程度についてきてもらえる。いや、それやりましょう。やろっか、やりましょう。じゃあ99またというの。あー、出ます出ます。99出るの呼んでください。でも、いいですよ。そしてな、次、うん、そろそろ、あの、まずあやちゃんでもまあ残っていいんですけど、チームチェリップスタンバイいいですか。チームチェリップ、チームチェリップ、あとチェリップさん三脚 OK なんで、あの、もう何してもいいですから。ただここ危ないんで、この辺分かってると思うんですけど、これめっちゃ危ないんで。あ、あとね、大事なチーム忘れた。この手前のモニタースピーカーは絶対落とすな。落とすなよ。大阪の責任ね、ここね。はい、あ、どんだけ圧縮してもいいけど、これ落としちゃダメです。前のやつが守ってくださいね。そう、最初の体張るっていつものルール。そうですね、いつものルール。あと何やっても別にいいです。あ、わかりました。好き放題ですからね。壊しちゃダメですからね。そう、それだけ。あなたも今日何やってもいい。やったら、とにかく今日何しようかなと思って、やっずーっと見てます。どれなら登っていいのかって思ってます。前回あそこ登ってたから。あそこ登りました。あと片付けとくから。はい、お願いします。いいんじゃないですか。で、チェリップさんね。はい、チェリップさん、待ちました。本当に本当にありがとうございました。はい、いえいえいえ、あの、チェリップの新 CD 買ってスペシャルサンクス見た人分かると思うんですけど、1番目のスペシャルサンクスにセロシスターって書いてあるんです。ありがとうございます。あれね、エモパゼロワンで共演してもらったじゃないですか。はい、あれの出来がすごい良かったんで、まあ、CD 出そうと決断したんです。おー、良かった。つまりセロシスターの方です。ありがとう、セロシスター。ありがとうございます。大好きです、セロシスター。私もチェリップさん大好きで、デジョブさんがスタッフさんに関わって、あの、加わってから、あの、 CD とかもらえるようになって本当いいなって思ってます。いや、ほら、ツイキャスとかでも使ってくれたりするじゃん。あー、そうなんですよ。ほんと、まろちゃんいい子だから、いつも聞いてますよ。ありがとう。はい、いいですね。もう今日最後トリセロシスターですから。あ、ありがとうございます。この前ちょっとチェリップで温めさせてもらっていいですかね。はい、もうガンガン上げてもらって。はい、じゃあ、あの、チェリップ、あとウィズ中村彩途中入ります。70分あります。おー、体力持ちますか、皆さん。イエーイ、イエーイ。じゃあ、そろそろ行こっかね。はい、どうかな。まゆちゃんが、いつだ、さっき最前でガッツリ出たと思うんですけど、いつだ、どうですか。まゆちゃん、どっか行ってみたいです。皆さん知ってますか、まゆちゃん呼び出しですよ。境港からお越しのいつぐまやさんいらっしゃいました。まゆちゃん、まゆおらんって新しいな。ただね、もしまゆちゃんが万が一といない場合は、僕が、はい、仕事に入って歌いますから、ね。やった、結構踊れますからね。本当ですか。それもう見たい、見たいですよ、私。もはやちょっと見たいとかあるでしょ。いや、見たいです。でも、ね、はい、あの、ギタリーで歌ってよ、もっと。あ、もうちょっと、もうちょっと歌って。アンバーやっぱり持ってな、私は超絶大分かってる。オタク分かってる。オタクやっぱり頭いいよね。いいよ、オタクナイスだよ、今の仕事。あと、どうぞどうぞ。まあ、ちょっとじゃあマイクチェックします。はい、いいですね。皆さん、音楽を楽しみに来た人、本当、チェリップさんは本当に素晴らしい、あの、実力派のグループだと私は思ってて、本当、2人とも可愛いし、ね。あ、おー、マイク1です。マイク2です。OK、これで行こうかね。1位がマイク2。
あ、でも本当にマイクもらえない。すいません、いつぐさん本当にいないんですけど、マヤ多分ね、自分の面白いね、マヤ自分の順番把握してないんだと思います。いつも通り、じゃあ梅田先生2階に呼びに行ってください。マユちゃん、マユちゃん、マユちゃん、あのね、チリプ声の多くてね、連絡がうまく行き届かないんだよね。マユちゃんとりあえず探さなきゃですね。そうですね、まあ、これ僕は歌う点がかなりあるって感じでね、さっきの恋愛至上主義の振り込みもいい感じになってきたんで、ああ本当ですか、でやるしかないです。僕ね、空中に浮くと膝が死ぬんですよ。だからどっちか足ついてるとやばい。大事に大事にしてくださいね、体は。はい、本当そうです、ね。膝が死なないように。まゆちゃんの方はどうでしょうか。いや、いないね。まゆちゃん待ちですからね、これ言っとくけど。ちょっと客で上げてもらえますか。本当にいない。どっか埋もれてないか。いつぐさん。何か無線がっつぎしてるとかないですか。そこにはいないよ。おいおい、いない。オタクオタク、そこいないから。そこにはいないですよ。まゆちゃん。あ、てかオタクの人、チェリップ着替えてるんですよ、ありがとう。さっきアヤティだったような気がするんだけど。チェリップさんに。私今ちょっとすっぴんなんであんま通らないでください。ノイズコンが最初に来ましたよ。ああ出た、背の高いやつは邪魔。背の高いやつは邪魔。ダンスマンのメイクだ、邪魔なんで後ろの方がいいですよ。あとだよ。皆さんご存知の通り、あの僕最前に入りますんで、最前 P ですから、あの、あ、いや開けづらくていいんですよ、勝手に入るんで。いやそれ開けすぎ、開けすぎ。あれもっと詰めてくれ。ドブさんのところすごい開いてますけど、あとね、あのモニタースピーカー落とすのと散々言ってるけど、まあ、どうせ圧縮しろって言うんで。ああいいですね。いつも来たんじゃね、これ。まゆちゃん、まゆちゃん何してんの。まゆちゃんやっぱ大物ですね。いいですね。今最新情報ありました、いつぐさん順番全然分かんなかったですね。ごめんなさい、はい、3分押したんで大丈夫ですね、はい、じゃあまゆちゃん、あ、まおちゃん、はい、どうも MC ありがとうございます。ありがとうございます。この後4時ぐらいまおちゃんの音声ですからね。じゃあ次のアーティストを呼びましょうかね。はい、お願いします。はい、それでは鳥取県からお越しいただきましたチェリップさんです、どうぞ。追いつけなくて一人きりブレイクだ、もう一度ここ
Thank you.
か